はね、はい、ある戦場で2名の武将にインタビューを行いますので、しっかりと聞いて、その戦いが分かったものは後から手を挙げてお答えくださりませ、うん、お願いいたします。いいかな。では参ります。放送席、こちら、戦場に向かって来ております、本日ね、MVP に輝きました酒井忠次さんに、インタビューを行いたいと思います。はい、お願いいたします。まずはご選手おめでとうございます。ありがとうございます、ね、今回飛びの巣山砦という大変難しいね砦を落とされたわけでございまするけど、はい、この作戦、はい、どういう経緯で、ね、決まったんですか。あ、そうですね、飛びなす山砦というのをね、飛びなす、ちょっと今かっちゃったんですけど、はい、軍議の際に飛びなす山砦というところを攻めるとわしがね進言いたしまして、そしたら総監督である織田信長様が、はい、バカバカとそんな愚策いらんわってちょっと大きい声で怒られてしまいましてね。最初怒られたんですよ。でちょっとわしシュンとしてまして、その後の軍議のキシュンとして参加しとったんですけども、軍議が解散だった際にですね、信長様からおい忠次残れと、ただすぐちょっと居残りだと2人で、ね、残されまして、で、まあ、残っとったんですな、わしが。そしたら信長様がつかつかつかとやってきて、お主の策は非常に優秀じゃ、その優秀な策が潰れてしまわんように皆の前ではああやって一度叱ったのじゃ。もしね、その中に裏切り者とかがおったらその作戦が台無しになってしまうでしょ。なるほど。で、それでね、なんとかその後、わしと信長様だけの秘密にして、はい、野衆をかけに、はい、行ったわけ。その晩に出ました。なるほど、はい、資料深い総監督だった、ね、もう信長様は非常に、はい、ちなみに作戦の時どんなことを考えてるんですか。まあ、しっかり武功を上げたいなということと、まあ、長篠城を救出したいなっていうことです。お城を、ね、救いたいということ。長篠城を救出したい。最後に、この戦いの勝利を誰に。そうですね、本戦に行ってしまった父と母に、しっかり伝えたいなと思っております。はい、本日 MVP に輝きました酒井忠次殿でございました。ありがとうございました。はい、監督のお話も伺いたいと思います。そうですね、ちょっともう答え出たような感じもします。監督の方にもインタビューを行いたいと思います。今回監督になりました徳川家康さんでございます。はい、まずご選手おめでとうございます。今回ね、戦に行く前ちょっと岡崎の方に来られたということですね。どういう経緯でこの戦いのことを知られたんですか。さっきの場所から、お城からね、越後氏がここに知らせに来てるんで、そこから旧市があるよということで私が駆けつけた。なるほど、なるほど。まあね、今回相手が戦国最強の武田騎馬軍団という大変難しい戦いが想像されたこと。いやー、ね、強かったですか。よかった。どういう戦い方を一番意識されましたか。やっぱりね、武田ってのはね、強いけども頭もすごい切れる、切れるやつとかね、その武田の策を一本出し抜く作戦を立てなきゃいけないし、ここがやっぱり難しかったところだね。なるほど。まあ、今回ね、こちら側は鉄砲という大変ね、新しい武器を使ったそうなんだ。そちらの方はどう。やっぱりね、火縄銃、そして魔法策、これがね、武田の騎馬隊を抑えた、これがやっぱり勝ちに大きくつながったという場所でした。面白いことなる。なるほど、なるほど。じゃあ最後にですね、まあ、次の戦に向けて、何か兵士たちに、ね、伝えたいメッセージとか、次も勝ちましょう。はい、監督の徳川家康さんでございました。ありがとうございました。Oh,
あの火縄銃の下りで分かったってことだな。え、あのお城の名前では分からない。そう、その名前でも城を言っちゃったからな。さあ、では、見事やられましたことのごとに、我らから、ご褒美の差し上げます。はい、非売品のクリアファイルと、コースターでございまする。お見事、お見事。ここでありがとうございます。拍手でよろしくお願いします。問題は助かったかもしれないな、こっからな。誰も知ってたと思った。足の時間に。せっかくですからね、番組に先ほどの作戦の話ね、もうちょっと何かある。先ほどの作戦の話、富之瀬山砦というね、敵本陣の裏側にある砦をわしが奇襲しまして、そこを見事取ったことによって窮地に陥っていた長篠城を救出することができました。そしてね、そこを取り返しに来た武田勝頼のおじさんもね、川久保信真っていう人が取り返しに来たんだけど、その人もエイとやっつけて、ね、大変な武功を挙げたことによってわしは信長公から背中に目を持つような男じゃと褒められましたとさ、めでたし。馬がね、こう来た時に馬が来るのを防ぎながら鉄砲を間から出して撃つ策でござるよ。そうだから甲州騎馬隊、そうそう、馬の音が聞こえたけど、甲州騎馬隊というね、武田軍にはとっても強い馬の軍団がおったのを対策するために信長殿が発案したとても画期的なシステムでござる。めでたしめでたし。なるほど。ちなみにね、先ほどこのインタビューで出てきたあのある男というのが鳥居スネーモンという人間でございます。この方ね、長篠城、包囲された長篠城から川を潜ってね、抜けていって約50キロ先にあるこの岡崎城に来たんです。でね、岡崎城の門を叩いて援軍を頼むって言ってね、来たんですよ。で、その後ね、あのすぐに長篠に戻っていって、結局は武田軍に捕まって貼り付けにされて亡くなったという方でございます。ちなみにね、その方の話も書いてあるあの長篠の戦いの資料、この中にございますし、ちなみにその門があったとされている場所に荒野の碑というね、碑がございましてね、そこであの長篠城の鳥居スネーモン殿とアメリカのね、テキサスであった戦争でボナムという青年がね、同じようなことをして亡くなったんです。でね、それをまあある日本の先生が大変似とるなということで、アラモの碑という碑をね、そのテキサスと長篠と、あとここにもその石碑ございますので、の後からもし時間ございましたら、そちらもね、見ていただけたらと思いまする。はい、はい、今回は答えは言うわ、足はつるない。ハイキックします。はい、じゃあね、まあ、こういう、まあ、クイズをね、これからもしていきたいと思いますので、次回もぜひお楽しみに。はい、武将インタビューのコーナーです。ありがとうございます。さあ、まあね、歴史の話も分かったところで、次はね、みんなで踊って楽しむこちらのコーナー参りたいと思います。堪忍踊りのお時間じゃー。